オズボーン・ビクセンの兄弟オズボーン・ビクセンは1984年11月にオズボーンコンピュータが発表した持ち運び可能なポータブルコンピュータであるオズボーン1とオズボーンエグゼクティブに着く同社の3代目のコンピュータだった 4MHz の Z80 マイクロプロセッサと 64KB の DRAM を搭載していた7インチのアンバーディスプレイを搭載し80桁24行の メモリマップされたビデオを表示することができた。4 0 0イトディスクドライブ2台を搭載し、5.25インチ、両面倍密度、フロッピーディスクが使用可能だった。重さは18ポンドで、ラグブルを歌っていた。寸法は12 5 81614614インチで、広告では飛行機の座席の下に収まると主張していた。 発売当時の小売価格は1298ドルだった。また、10メガバイトのハードディスクを1498ドルで購入するオプションもあった。インストールされたオペレーティングシステムは CP-M バージョン2.2だった。また、次のような多くのソフトウェアパッケージがバンドルされていた。ビクセンはオズボーン4とも呼ばれた。オズボーン社の倒産後に開発され、リリースされた。 なお、同社はそれ以前にも、ビクセンというシステムを開発していたが、これはリリースされていない。CPM が動くビクセンは、そのリリースの時点で、それ以前の MS DOS と IBM PC 互換機の登場によって、すでに陳腐化していた。IBM PC と完全に互換性のある製品を、設計、販売しようと最後の土壇場の努力により3つのプロトタイプが作られたが、 会社を再度の倒産から救うには遅すぎた。ありがとうございます。